マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはカープの先発床田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか？西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。またファウル、これが3球目。3球目見送っています。ボール。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている関根。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。高めのボール球振っていきました。ノーボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。上本が掴んでツーアウト。バッターボックスは3番宮崎。ツーアウトになっています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。低め見送っています。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。守ります。1回の裏これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発のハウザー。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小園が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目。アウトコース決まってストライク。
インコース決めてきた、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている野間。ハウザー、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。内へのボール外れました。これが4球目。見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターボックス秋山、ツーアウトランナーありません。初球ボール、まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。打ちました。大和、1塁アウト、スリーアウトです。この回カープ三者凡退です。2回に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターは4番牧。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。ライト方向を流しました。打球はライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。打席には5番バッター佐野、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー床田、そしてキャッチャーは坂倉。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。打ちました。初木、ツーアウトになりました。バッターボックスは6番太田、ツーアウトランナーありません。この回の床田、たった2球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。さあ、まず1球目、初球ストライク。ボールになります。ボールになります。インサイド落ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている大和。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、
一塁牽制、一塁はセーフ、アウトコース見送ってストライク。インコース見送ります。ワンボールツーストライクです。見送っています。ボール、痛烈、ショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。1対0、カープなおもピンチです。厳しいコースだったんですがタイムリー、得点を許しています。うん、そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。この1打で先制点を奪われました。さあ、そして打席には伊藤が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね。打ちました。セカンド取った。一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ先に点を取りました。1対0、ベイスターズ先制です。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。バッターは上本。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますから。高めのボール打ちました。詰まりながらもライトへ、ライトが取りました。打順は5番坂倉。ハウザー、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球見送っています。低め、3球目は何か。あそこに決められたらお手上げですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。インサイド、ライトに上がった。ここは打ち上げています。これは平凡なライトフライ。ライト掴んでツーアウト。バッターボックス田中、ツーアウトになっています。これが1球目。最初は変化球できました。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目。高めの球、ストライクになります。ここは150キロを超えてきます。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、1点リードはベイスターズです。3回の表、
小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。これが初球、初球ストライク。